はい、今回はねワルチャタイマン企画ということでね、こちらの方と SR タイマンですねやっていきたいと思います。さあ、マップはキルハウスですね。ワルチャでねタイマン募集してる人を見かけるんだけど、そうね、見てるとねもうほんと8割9割の人がね、ほとんどの人が SR タイマンを募集してるからね、どうしてもやっぱタイマンをゲイ SR になってしまうっていうね。はい、まあ、SMG タイマンとかねあったら、率先してやりたいなとは思うんですけども、ここの強ポジ、ここの強ポジ抜きづらいな。オーケー、カットしていく。え、マジキルハウスのタイマンとかめっちゃ久々だわ。オーケー、ジャンプ打ち。最近ねあのこの緑パークに SR 持つときは、今のも俺そう、緑パークはねあの SR 持つときはアンプにしてね、あ、この武器の持ち替え切り替えをね早くしております。これやるとかっこよくない？ちょっといるね、やばい、ジャンプ打ち、いいね。いや SR マジで楽しいな、気持ちいいわ SR。 やばい、ちょ近すぎ、うわー無理かー、やばい強ポジ使われてる、やばいって。あそこの強ポジありなん？え、キルハウスのタイマンって普通ここなしじゃない？ニュークでいう廃車裏みたいな、センターの廃車裏みたいな扱いだと思うんだけど、ここありなの？やばい、あの人やばい、ちょっと抜けない、こ、いやずっとここにいるやん、やばい、うわ無理だそこ抜けねえ、うわしかもリス固定されてて、ずっと強ポジ使うタイプこれマジ？うわーこれきついなー、やばい、いやマジで当てれない、うわもうマジかよ、やば、ちょっとこれさキモくない？うわちょっと言っちゃうけどキモくない？もういやそこの頭一個マジでズル、やばいな、どうしよう、もうちょっとこれは詰めていくしかないな。オッケー、なんか壁抜け判定になった今日ボジばっか使いやがってよ。オッケー、もう全然足音も聞いてないじゃん、そんな強ポジばっか使ってるから容赦なくいっちゃうにょん。はい、オッケー、横から足音聞いてないね。強ポジ使わないとキルできない感じかこの人、やばい壁抜き、そりゃうまいわ、しかもなんかタクスコ3スコつけてんね敵。オーケー、いやー今のうまいな俺。さあ脇は後ろかこれ、いやいるな、いやうますぎー今のバックスラからのこの強ポ抜くのうますぎ、上上ポジ、オーケー、いやいいね、さっこ湧いてくるでしょう。はいこんにちは、いらっしゃい、いいね、いやちょっと強ポジ取られて危なかったけど、待ってこれまた強ポジ入られる、やばいまた強ポジ入ってる、もうすぐ強ポジ入るってもうキモいってマジで、やばいこれどうしよう、オッケー、いやうますぎ俺、油断してんねこのもう左右のね、オッケー、いやマジで命中率いいわ今回、めっちゃ当たるわ SR、いるね、やばい、また強ポジ入ってる、また強ポジだよ、やばいもう当たんねえ、いや強ポの頭一個マジで抜けないんだよな、しかもキルハウスのここマジでなんか判定が狭い気がする、わあ無理だもう強ポでしか待たんやん、マジか、うわー壁抜かれた、マジっすかワルチャミン、マジっすか、プライドというかそういうものはないのか、いいだろそこにいるんだったら抜いてやろうか、
オーケー、うますぎ俺。はい、15対8と、いや、まあ、結構点数は取られちゃったけど、まあまあまあ良かったんじゃないですかね。ということで今回のワルチャタイマン企画、いかがだったでしょうか。また次の動画でお会いしましょう。バイニョー。